皆さんこんにちは。今週も夏秋サンデーサプリが始まりました。今日はですね、妹、双子の妹のあきこがお休みをさせていただいてまして、今日のみ夏サンデーサプリになっております。はい、この番組はですね、日曜日の午後、皆様にとってのサプリ的役割を目指して、ホッとできるような番組を目指して頑張っていきたいと思います。こちらの番組はですね、今から言うアドレスに笑顔の写真を皆様に送っていただいて、モザイクアートをしていきたいと思います。アドレスは sd.sapri@gmail.com sd.sapri@gmail.com に、こちらに皆さんの自分の笑顔の写真を送っていただけるとありがたいと思います。そしてさらにこちらの番組終了後に15分間のエクストラタイムというのがありまして、有料会員になっていただきますと、こちらの方も見ていただくことができますので、ぜひぜひチェックしてみてください。さらにですね、こちらのオリジナル番組グッズがありまして、こちらのポロシャツになるんですけれども、こちらの背中の方に私夏子が描いた特製イラストが、はい、あります。誰が下手だって、こら、こらこら。こちらの方3000円で発売させていただいてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、今日はですね、妹のあきこがいなくてすごく不安なんですけれども、楽屋でこの番組を見てくれてるそうなので、お姉ちゃん一生懸命頑張るので、あきちゃんも応援しててください。そしてスタジオにいる皆さんも、スマホで見てくださってる皆さんも、私が一人で頑張れるようにどうか私にパワーを送ってくださると嬉しいです。はい、今日のゲストの方もとても素晴らしく素敵な方ですので、皆さん今日は生ライブなんかもあったりして、夏秋サンデーサプリ初のライブがありますので、どんな感じになるのか楽しみですね。あと15秒ある。ですねというわけでですね、笑顔の写真が正直まだ少なくてですね、モザイクアートに行くまですごく時間がかかりそうですので、皆さん笑顔の写真待って